防電性の無糖練乳のラベル無糖練乳とは、牛乳を濃縮した乳製品であり、粘状の液体。英語のエバポレーテッドミルクを略して、エバミルクとも呼ばれる。本来の表記は加熱生成したという意味の練乳であるが、現在は常用漢字による表記の関係上、新聞等では練乳、法令では練乳と書かれる。なお単に練乳といった場合は、 過糖練乳を刺す場合が多い。日本の父等症例で、成分は乳脂肪分7%以上、乳固形分25%以上、細菌数例とされ、無糖練乳は濃縮乳であって、直接異名に供する目的で販売されるものを言う、と定義されている。なお濃縮乳の成分は、無糖練乳とほぼ変わりないが、原料として、 食品加工される際に殺菌されることを見越して、細菌数は 1g あたり10万以下と定義が緩くなっている。通常、缶詰として販売されている。加藤レニューほどの粘度はないため、チューブ入りの製品はない。一般的には、原料の牛乳を加熱殺菌しに詰めて、半分以上濃縮し、成分を均質化させた後缶などに詰め、再度加熱殺菌する。 この製法はアングロスイスコンデンスミルクカンパニーのジョンバプティスト・メインバーグが発明した。アングロスイスは商品化を却下したため、メインバーグはアメリカへ渡って1885年にヘルベティアミルクコンデンシングカンパニーを設立し、製品として売り出した。現在の製品は単純に生乳を煮詰めるのではなく、脱脂粉乳、カゼインなどの粉末の乳製品や植物油、 増年多糖類などを配合して、濃度や風味を調整する製法が一般的である。製品によって原料が異なり、風味にも違いがあるため、消費者が思考によって、ブランドを選び分けることもある。無糖練乳は、コーヒーや紅茶用のクリーマー、ベシャメルなどの料理用、クリームソース、ミルク風味の菓子などを作る時の材料として用いられる。この種の製品の中では、 ネスレ社から販売されているカーネーションが最も有名なブランドである。マレーシアやシンガポールでは無糖練乳を加えたコーヒーをコピシー、紅茶をテイシーと呼ぶ。香港の茶山町でも無糖練乳は花ないと呼ばれ、香港式ミルクティー、煙黄茶などの飲み物やマンゴープリンのトッピングなどに欠かせないものとなっている。フィリピンには 粗めの氷にエヴァルクをたっぷりかけたハロハロがある。現在日本においてカーネーションはほとんど販売されていない。沖縄県においては本土復帰に伴う経過措置として近年まで販売されていたが2000年代に終売となり、現在は中小の業者が少量を不定期に並行輸入している程度である。ネスレ日本は ミルクメイドという別ブランドの商品を製造販売しているが、生乳を原料にしているため、脱脂粉乳を加えているカーネーションとは風味が異なる。ありがとうございます。